中川翔子です。はい、コストコデビューした私、コストコに行ったことがある人生にシフトチェンジしましたので、爆食いしまーす。はい、食べます。ね、これはここ隠れてるけどチーズケーキあるからねすごい美味しそう。てかさ、タンこんなに食べれるのすごくない？こんな分厚いの。レモンありました。うぅ、いいっすか？ やっちゃって。一人で食べるのすごいっすね。もちろんみんなで食べましょうそんなわけないじゃないですか中川さん、タンだけだったら全部いけそうっすけど。いけそうな気がするよね。どれから食います？そうっすね、やっぱまずはコストコといえばタンでしょ。まあまあそうっすね。はい、すごい量、何個入ってんだろう。賞味期限がもう間もなくなんで、はい、行きましょう。前にコストコで買ったヌテラを買って、今日売ってたんよ。めちゃくちゃ迷って前の私だったら20代だったら買ってたね。これ本当はこうやって食べたいよね。あーこうやって食べたい。あのこの間さ、久々に水着のツイートしたの。そしたらネットニュースめっちゃなって登録者増えてますよ意外とまだ味がする。味が何それ。気づいたので、何それ、今年の夏30代ラスト水着あるよ。あるか。だから今これを食べますはい、ということで開けましょう。泥棒のやり方みたいな。そんな開けるすごい、わふわふわじゃん。パンは嗅ぐもの、パンは吸うもの、はあ、まず普通に、おお、チーズ香る、ふわっとね、いただきます。うん、うまい、うまい、うん、うまい。もうね、何もつけなくっても甘くって、なんかね、すごいいいお味がしますね。いいお味おじつても美味しい。うん、バターとかつけなくても全然このまま美味しい。ちょっと酢のやつ食べてみて、みんな。いただきます。あ、美味しい。いただきます。いただきます。うん、うまい。うまい、うまいね。うまっ。あ、うまい。うん、あ、うまい。うん、もらって帰ろう。うん、山分けアイテムだね、これ。うん、うまい。めっちゃ美味しくない？もう一個食いていいけど、後のこと考えたら。そうなんだよ、うん、あ、でも、なんで食べちゃったの？ヌテラ。あ、ほんまや。そうだよ、2個目でしょそうだ、忘れてた、食べちゃった1個。いいっすか、これ、綺麗なやつ。うん、すんごい量。うん、にゃー、うわ、いったな。うん、にゃー、もう一個いく。ぬてり？缶のぬてり？カメラ置いていい？浅野ぬてり？浅野の今、マジかこいつらみたいな顔。もう20代なんかさ、何も気にしないでいいんだよ。ぬてり？ね、これは道連れです。缶のぬてり？俺もう食べちゃったからさ、2個目だよね。2個目だよ。ぬてぞ。いただきます。開いて中に入れるっていうやつ。あー、これのショップやりたい。これをウーバーして届けたい、各家に。いいですか、塗ってるね。あー、塗ってったね。わー、塗ってバーガーしちゃった。マスカルポーネと、せーの、どすこい。うまい、これはうまいわ。うまい、うまい、うまっ。あー、これ食べる本気のやつだ、うん。ね、店じゃなくてこれ出るってなかなかないよ。うん、うん、まっ。追いヌテラ。おい、朝のお前やりすぎだよ。追いヌテラかよ。うわ、いただきます。いいな、20代無敵じゃん。うん、うまっ。辛っ。うまーい。うん、マジ大攻撃。え、中さん、うわー、もしかしたら、やるよ。うめぇ。なめろうの感じで食ってる。そう、なめろう。なめろう。なめろうの感じで食ってる。なめろうやってる。あ、おいしい。うん。どうですか、マスカルポーネ。これ絶対行くたびに買うやつだね、うん。冷凍できるんだもんだって。さあ、中さん、続いては？これ食べたい。ガーリックチャパタ。これ高木さんが勝手に入れてたやつ。これいってみましょうか。美味しそうだね。ちょいチンした方が美味しいない？家主が切ってくれるって。やった、お待たせしました。ちょっといい香りがしてきた。ちょっとだけチンしてみました。これさ、 お店やれるくない？もういいね。
あーガーリックバターが。あ、すげえ。うわ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 。やってんなー。やってんなー。じゃあ、あったかいうちいただきます。うーん It's very tasty! うーんめちゃくちゃガーリック。なんか、1ダース分、ドンキにして殴ってきたって感じの。あったかいうちにみんな、いただきます。ありがとうございます。すいません。おぉ、なんか溶けてる。大正解、大当たり。超うまい。うまっ。うまいね。うん。あー、うまっ。うまっ。うまっ。これうまいな。うまっ。うまい。うん、なんかボンゴレと一緒に食べたい。うん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 、ここまでニンニクガンガンやってくれるって素晴らしいね。うん、これうまい、うまい、これうまい、うん、今みんな結構食べたけどこんなになるよ。これ切ったのかっちゅうぐらい。うまっ。よし、じゃあそろそろ肉ゾーンいくか。おお焼くこれを。お、はい、高木。はい、これちょっとフライパンで炒めていきます。これですね。おお、ガーリックライス美味しそう。マネージャーにやってもらおう。で、こっちは肉舞台で。こっちは肉舞台で。焼いてる間にシュリンプいこう。うん、いいっすか？いいよ。うぃー。うにゃー。うわー。にゃー。うわー。うわー。うわー。ちょっと一回この、うん、で、こっちでタンとチキン並べます。おーおーおー。あ、いいですね。なんかお祭りですね、今日。よっしゃ、お兄ちゃん。ありがとうございます。うまいよ、これ。うわー、見て、この分厚いの。ハンマー！うーん！ヤミー！マー！イエーイ！じゃあ、この焼き上がる間に、あ、ねえねえねえ、このレモンでタン食べたら美味しくない？確かに、確かに。ナイス、ナイス。絞ってね、うん、ちょうどいい。エビ、いっていいですか？いっていいよ。こう、こう、こういってるかな？うん。では。わあ、両手持ちだ。二回攻撃。うん、二刀流。いきまーす。うわーい！うーん！めっちゃ上等な大物のエビだ。うまっ、うまっ。ガーリックライスの上にチーズ乗せます？乗せます。皆様、タンがもうスタンバイが。牛タン、チョコタン、タンタカタン。いい感じに焼けてる。いい感じに。うわっす、エビ片手に肉返す。うまっ。ちょっとみんなエビやった方がいいよ。いただきます。ポケちゃん、かわいい。おいしそう。お待たせしました、ガーリックライス。うわ、なんかかかってる、うん、やっぱカロリー。高木マネージャーやってんな。いただきまめた。うわー、うわー。あ、お、一撃。うまい。これうまい。家で食べるもんじゃないよ、これ。ステーキが柔らかくてボコボコ入ってる。これはうまい。あー、うまい。味がね、うまっ。痩せたのに。うん、なんかね、スプーンの一すくいごとにがっつりステーキが入ってくるんですよね、ちゃんとね。いや、浅野が鼻で笑ってます。うるせえ。これしか減ってないんだ。これしか減ってないんだね。みんなの分やってもこれしか減ってない。うまっ。皆様、缶が、あ、やばいやばい。間にエビ挟んで、うん、うんうん、つまむ。うわぁ。うわぁ。ちょっと待って、うわぁだよ。あ、そう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 。あ、いいね。そう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 。全部の分はかかったです。何してるんだよ。はい、皆さんもどうぞ。いただきます。ありがとう。みんなも食べた方がいいよ。おいっ、いただきます。はい。うん、チョコタン、うまい、うまい、うまい、柔らかい、うまい。チョコタン、うますぎて鼻水が。歯で噛み切るんですよ、前歯で。めちゃくちゃ柔らかそうだった。柔らかいタンじゃないとこうはいかないでしょ。うん、みんなタン焼けてるぜ。はい、パープ。うん、
もうまうまタンもらいます。じゃあ僕カメラ置きます。え、これも塩コショウしてあるやつ。うん、いただきます。うわっうん、やわらかい。じゃあタンいただきます。しっかりいただきます。はい、うん、うん、めちゃめちゃ品質いいじゃん。いただきます。うまい、うまい。あー、こてっちゃん美味しい。あ、うまっ。うん、柔らかい。すごいよね。うん、エビもエビもガーリックチャーハンもやばいよ。ちゃんとめちゃくちゃ美味しいところが恐ろしいね。あ、ドリンクもうめ、めっちゃ美味しい。さん、もう一緒いっていいすか。うん、うまっ。うまっ。めっちゃうまい。エビ倒してる。これもらい。うん、うん、え、このチキンめっちゃうまいよ。食べてみよう。え、待って、え、中川さんまだ食べてなかった？食べてなかった。すいません。もう勝手にみんな食事を始めてる。うん、美味しいチキン。美味しい。味付けがうまっ。うまっ。え、味美味しいやん。こんなうまいの？うまっチキン、やばい、うまさ、うん、こてっちゃん、うまいね。うん、うめぇ。うん、食べ、はい、うん、うん、全然減ってない。全然減ってない。口の周りが小学生だね。うん、ナンバーワンどれ？タン。うん、なんだな、うん、すごいね、うん、ガーリックライス、うん、うんうんうん、めちゃくちゃうまいね、うん、エビもやばいよ、うん、みんなこれしか知ってないのに火を止めたね。焦げちゃうから。タン美味しい、柔らかい、上質だね、うん、チキンうまっ。味付けうまいね。うまい、味付けうまいし、すごいすぐ取れる。うん、うん、エビ死ぬほど食べてるけど減らない。うん、分、うん、かる。まあ、あのうちにジップロックはいっぱいあるので各自持ち帰りでの完食です。うん、ポテッちゃん身がでかい。おいしい。美味しかった。うん、手数が減った。どうです、中川さん、コストコ。いや、あの想像を超えてきた美味しさが。中川さん的ナンバーワンどうです。いや、でもパンうまいよ相当。うん、ごめん、カメラ置いてた。はあ、お腹いっぱいでしょ。お腹いっぱいでしょ。お腹いっぱいでしょ。なんかトークも手も止まりました、ね。何もしてないの。明らかにお腹いっぱいでしょ。ただの満腹なデブでしょ。座ってるデブ。どうしよう。ドーナツマジでおすすめです。これは経験者。これ経験者。うまい。うまい。俺これ1個食えます。へえ。このホワイトの方がおすすめです。あ、でホワイト食べたい。こっちにしてみる。負けない。負けない。負けないね。いただきまみたし。うん、おいしい。生地がね、空気を含んでる感じで、あ、パイっぽいというか、うん、軽やかですね。見た目以上にいける、うん、あ、おいしい。うまいっす。ホワイトいただきます。ホワイトいいですか。道連れだよ、道連れ。みんな黒いっていいですか。私も黒いあ、ホワイトおいしい。ホワイトうまい。どっち。うん、一回エビ戻るね。わかるわかる。唯一のさっぱり。しょっぱいの。え、あの想定よりちょっと分厚めに。しょうがないですよ、そのサイズなんで。にゃー、持ってた以上にふわふわね、うん、柔らか、もっちりのっしりしてる。あー、もう歯全部へっこりこ。歯いらない。あー、濃くって、あ、ふわふわ、ホイップ状になってる柔らかさ。なんかね、軽やかなんですよ。意外といけるよ、これ。うん、復活しちゃうかも。ほんと。うん、うまっ。お、いただきます。うまいです。これうまい。うん、うまいし。プリンみたいだね。うん、そうそうそう、うん、飲むプリンみたいな感じ。歯のさ、ガサッと。うん。起きました。はい。うん。うわ、恐竜だ。うん、これはうまいな。あ、おいしいね。あ、おいしいおいしい。でもこの量でこんだけ満足できるってことはコスパいいよね。いいね。いいよね。うん、
いまいちがなかったもん。いまいちがない。ないないない、うん。これちょっと微妙かなとかないよ。なんかさ、やっぱ生きてる中でさ、日常の中で、え、うまってびっくりがしたいよね。うん。それが、めちゃめちゃありました。え、中さん、もうなんか締めの言葉入ってる。危なかったよ。終わってた、終わってた。なんか勝手にエンディング行こうとしたんですか。締め警察がいるからね。そうだよ。締めさせない。まあ、これ冷凍もできるし、あの、ジップロックで小分けもできるので、山分けして、責任取って、みんなでカロリー摂取しましょう。もちろん。はい、ということで、信じられない量でした。見た目よりも食べ始めると、いかにこのコスパの良さ、そして美味しさ、美味しいものしかなかった。案件でも何でもないので、忖度とかなしで、ガチで美味しかったです。皆さん何買ってますか？まださ、他にもあったじゃん。皆さんの中で、これがベストコストコ食べ物でしょ、みたいなもの、美味しくてびっくりするようなものを書いてくれたら、もう少しで会員になりそうです。すげえ、エグゼクティブメンバー。ということで、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。またね！みんなのコストコ事情書いてね！よかったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。